システム D はシステム管理、デーモン、ライブラリー及びユーティリティの意識であり、管理及び設定における中心的プラットフォームとして、Linux コンピュータオペレーティングシステム用に設計されている。著者によるとシステム D はオペレーティングシステムの基本的な積み木であると評され、ユニックスシステム V や BSD から検証された。 Linux のイニットシステムを置き換えることを第一の目標としている。システム D という名前はファイル名の最後尾に D という文字をつけることでデーモンを区別しやすくするという UNIX の監修を受け継いでいる。またこの名称は言葉遊びの側面もあり、フランスで最近よく言われているシステム D という言葉にちなんでいる。システム D とは 状況に迅速に適応し問題を即興で解決する個人の能力を意味する。システム D は Linux 用に設計され、Linux API 専用にプログラミングされている。システム D は GNU Lesser General Public License 2 1以降という条件でフリーなオープンソースソフトウェアとして公表されている。システム D の設計は フリーソフトウェアコミュニティにおける重要な論争の元となった。これはシステム D のアーキテクチャはユニックス哲学に反しており最終的に相互依存でがんじガラメの塊を作ってしまうと批評家たちを主張させるようになっているためである。しかしながら2015年現在主要な Linux ディストリビューションのほとんどはシステム D を デフォルトのイニットシステムとして採用している。地前で使われているシステム D のアーキテクチャ。テレフォニー、ブートモード、ドログおよび地前サービスなどのコンポーネントは、地前出身でありシステム D のコンポーネントではない。統合階層の区グループスには、システム D のみが、システム D にスポーンでアクセスできる。初期に、システム D を開発したソフトウェア技術者であるレノルト。 ポエタリングと KC ーバーズはどうにかしてイニットデーモンの効率をしのごうとした。彼らはシステムのブート中にたくさんの処理を並行または並列に行えるようにしさらにシェルのオーバーヘッドを減少させるために依存関係を表現できるようにそのソフトウェアフレームワークを改良したいと思っていた。ポエタリングは システム D の開発を決して終了せず決して完成しないが技術の進歩を追い求めることと述べている。2014年5月にポエタリングはさらに進んでシステム D は以下の3つの一般的な機能を提供してディストリビューション間の無意味な違いの統合を目指すものであると定義したシステム D は単なるイニットデーモンの名前ではなく システム D イニットデーモンに加え、ジャーナルド、ログインド及びネットワークドの各デーモンとそれ以外の多くの低レベルコンポーネントを含むソフトウェアバンドル全体を指している。2013年1月、ポエタリングはシステム D は一つのプログラムではなく69個の個別バイナリからなる巨大なソフトウェア一式だと述べた。システム D は統合された。 ソフトウェアスイートとして、伝統的なイニットデーモンが、自身の制御の下で実行する、シェルスクリプトと協力して制御していた、起動過程とランレベルを置き換える。その他にもシステム D は、ユーザーログイン、システムコンソール、デバイスホットプラグ、計画された実行、ローギング、ホスト名及びロケールを処理することで、Linux システムで共通するサービスの多くを、統合する。 システム D は、イニットデーモンのように、システム D 自身を含むバックグラウンドプロセスである、すべてのデーモンを管理するデーモンである。システム D はブート中に開始される、最初のデーモンであり、シャットダウン中に終了される最後のデーモンである。システム D デーモンは、ユーザー空間のプロセスツリーのルートとなる。最初のプロセスは、 デーモンプロセスが終了した際にシゲチルドシグナルを受け取るためユニックスシステムでは特殊な役割を持つ。このため最初のプロセスはデーモンをモニタリングする目的のために特に適している。システム D はこの領域においてデーモンを自動的に再起動するのではなくデーモンを一度だけ開始してモニタリングをしないという伝統的なアプローチよりも改善しようとしている。 システム D はその起動過程の要素を平行に実行する。それは伝統的な起動過程のシーケンシャルなアプローチよりも高速である。プロセス間通信のためシステム D はユニックスドメインソケットと D バスを実行しているデーモンから使えるようにする。将来の再呼び出しに備えてシステム D 自身の状態をスナップショットに保存することもできる。システム D は 伝統的に使われるデーモンごとの起動シェルスクリプトを置き換えるため、宣言型言語を使う設定ファイルに、各デーモン用の初期化命令を記録する。ユニットファイルの型には、サービス、ソケット、デバイス、マウント、オートマウント、スワップ、ターゲット、パス、タイマー、スナップショット、スライスおよびスコープなどがある。システム D は統合されたアプローチに従い、 起動シェルスクリプト、PM、ユートルズ、イネット d アスピッド、シスローグ、ウォッチドッグ、クランおよび ATD などの様々なデーモンや、ユーティリティの代替も提供する。システム D の、コアコンポーネントには、以下が含まれる、マシーナハトルシステム D はプロセス識別紙ではなく、Linux カーネルの区グループスサブシステムを使うことで、プロセスを追跡する。このため、 レーモンは2回フォークしてもシステム D から逃れることができない。システム D はクグループスだけを使うのではなくソフトウェアコンテナの作成と管理を容易にするユーティリティプログラムであるシステム D にスポーンとマシーナハトルによりクグループスを強化する。バージョン205からシステム D はその Linux カーネルクグループスへの API であるコントロールグループインターフェースも提供する。 Linux カーネルクグループスはカーンフスをサポートするよう改造されており、さらに統一された階層構造をサポートするよう修正中である。システム D 一式は Linux イニットシステムの代替を提供することを第一の目的としているが、それ以外にも以下のコンポーネントを含む追加機能を提供する。 システム D と GNOME デスクトップ環境との相互運用性を向上させるためシステム D の共調者であるレノルト・ポエタリングはザ・ GNOME プロジェクトに対しシステム D を GNOME3.2 の外部依存にすることを考慮するよう要請した2012年11月にザ・ GNOME プロジェクトは基本的な GNOME 機能は システム D に依存すべきでないとの結論を出した。しかし、GNOME3.8 では当時システム D のみが提供していたログインドとコンソールキット API とのどちらかをコンパイル時に選べるようになった。Ubuntu は独立したログインドを提供したが、ほとんどの Linux ディストリビューションにおいてはシステム D は事実上 GNOME の依存ソフトウェアになった。 こうなったのは、コンソールキットが、もはや保守されている状態ではなく上流では、システム D ログインドの使用を推奨していることが、主な理由である。現当リナックスの開発者たちもオープン区をこれらの変化に対応させようとしたが、その実装には、多くのバグがあったため、システム D を GNOME の依存ソフトウェアにした。GNOME はさらにログインドを統合した。 ムターは、バージョン3.13に現在、ウェランドセッションにおいて、ログインドを依存ソフトウェアとしている。ノームセッションをシステム D に置き換える計画があるが、システム D は PID1 として実行されないでさらに、ノームセッションは Linux 以外のシステムでも利用できるままである。システム D は Linux カーネル API を大量に使うため、 Linux しかサポートせず他のオペレーティングシステムへの移植は容易ではない。このため、オープンブズドのような Linux 以外のオペレーティングシステムは、互換 API を提供する必要がある。2014年9月の GD ネットのインタビューで、セオドアツオは技術的な課題よりも多いシステム D の中央集権型設計哲学をめぐる議論は、 リナックス生態系の均一化に向かう危険な一般的傾向の兆候であり、オープンソースコミュニティのあちこちを阻害して排斥することで代替プロジェクトの可能性がほとんど残らなくなるという意見を述べた。この中で彼は標準でない設定に対するザ・ GNOME プロジェクトの姿勢との類似点を見出した。後に、ツオはソーシャルメディアで 二人の重要な開発者の姿勢と GNOME 開発者の姿勢とを比較した GTK ベースのシステム D 用フロントエンドであるシステム D i のスクリーンショット以下に示すグラフィカルフロントエンドが利用できるほとんどのディストリビューションはデフォルトでシステム D をブートするがシステム D 以外のイニットシステムを使えるディストリビューションもある システム D 以外のイニットシステムに変更する場合は、適切なパッケージをインストールすればよい。デビアンのフォークであるディボーアンは、システム D を避けるつもりである。2011年5月、フェドラは、システム D をデフォルトとして利用できるようにした、最初のメジャーリノックスディストリビューションとなった。2011年7月、レノルト・ポエタリングは、 デビアンがフリーブズド版もあるためシステム D の正式採用をためらっていたことを問題とは考えず、デビアンクフリーブズドはおもちゃの OS だと発言した。2012年のインタビューでスラックワヤの代表であるパトリック・ボーカーディングはシステム D アーキテクチャについての不安を述べシステム D の設計が競技に定義された機能による相互接続ユーティリティというユニックス哲学に 反しているという彼の信念を表明した。2014年8月現在、スラックウェアはシステム D のサポートや使用をしていないが、ボーカーディングはシステム D へ変更する可能性を否定していない。2013年10月から2014年の間、デビアンテクニカルコミッティ内でデビアン8、ジェシーのデフォルトとして、どのイニットシステムを使うかを話し合うための長期に、 渡る議論がデビアンメーリングリストで起こり、その結果としてシステム D を選ぶことになった。この議論は広く公開され、この結論に引き続き議論がデビアンメーリングリストで続いている。2013年1月、レノルト・ポエタリングはザビッグゲスト・ミスと呼ばれるブログポストでシステム D についての懸念に対処しようとした。システム D をめぐり続いている。 論争の後の2014年10月、ポエタリングは、オープンソースコミュニティは、クソタレだらけで、他の誰よりも私が彼らの最もお気に入りの標的になっているのだろうと不満を漏らした。続けてポエタリングは、オープンソースコミュニティの状態を、ディーナ・ストーバルズなどのカーネル開発者のせいにした。2014年2月デビアンの決定がされた後、 ウブンツコミュニティのマーク・シャトル・ワースは2013年10月初期のコメントでシステム D は非常に侵略的で正当化されることはほぼないと評したにもかかわらずシステム D 実装についてはウブンツもやり抜くとブログでアナウンスした2014年3月エリック・レイモンドはシステム D の設計目標はミッションクリープでソフトウェアの肥大化の傾向があると言った 2014年4月、リーナ・ストーバルズは、ユーザーやバグレポートに向けて、システム D の中心開発者である、K.C. バーズの姿勢についての不安を表明した。2014年4月後期、システム D の採用に反対する、様々な理由を並べた、ウェブサイトを使って、システム D のボイコットキャンペーンが行われた。 2014年4月のインフォワールドで発行された記事で、ポール・ベネツィアはシステム D 論争について書き、この論争をユニックス哲学の破壊と自分たちは何も間違っていないはずだと固く信ずる巨大なエゴにあると考えた。この記事はシステム D のアーキテクチャを 幅広い機能範囲で使われ国標されるマイクロソフト、Windows のシステムコンポーネントであるスフショスト、エグゼのアーキテクチャとよく似ていると述べた。2014年11月、デビアンのメンテナーで、テクニカルコミッティのメンバーであるジョイ・フェッス、ラス・アルベリー、イアン・ジャクソンと、システム D パッケージメンテナーであるトーレフ・ホグヘーンが、自らの地位を辞した。 デビアンのメンテナーであった3人は全員通常のメンテナンスを事実上不可能にしてしまうデビアンやオープンソースコミュニティ内におけるシステム D 統合についての論争に関係する波外れたストレスレベルに身をさらしながら公開されているデビアンメーリングリストや個人ブログで決定を正当化した2014年12月自身を ベテランユニックスアドミエンズと呼ぶグループがディボーアンと呼ばれるデビアンのフォークをアナウンスした。この意図はデフォルトでシステム D をインストールしないデビアン、発生を提供することである。ありがとうございます。